新球場。ベースボールファンの皆さん、こんばんは。阪神タイガース対西武ライオンズ、その一戦の模様を各選手のコメントを添えながらお届けします。お隣には田尾康さん、西崎幸弘さん、そして実況は山口不良でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしていつもコメントを届けてくれるのがこの2人。はい、こんばんは。選手たちのメッセージやベンチ裏の情報を正確にお知らせいたします。お楽しみ。はい、お願いします。さあ、これから熱いゲームをお楽しみいただきます。このゲームの先発ピッチャー井川、ライオンズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。安定した下半身が可能とする絶妙の緩急、大きな忘れ物をし世界への挑戦権獲得へ、井川慶。成長著しい若手のホープ、ライトのポジションを見事に奪い取った。確実性と長打力を併せ持つ逸材、栗山巧。最初の1球は何か。まずはボールから入りました。ボーワン。1回の表、ライオンズの攻撃。さあ、2球目、スライダーを持ってきました。続けてボールになりました。栗山、今年で5回目のシーズンを迎えています。さあ、3投目、低めの球、内いっぱいに入っていました。さあ、西崎さん、今のは、はい、チェンジアップでしょう。なるほど、チェンジアップですか。バッティングカウントからの4球目、次は外に出ました。ボールカウント2エンド2。次が5球目、打ってこれは低い当たり、取ってワンアウトになりました。栗山、ショートライナーに倒れました。昨年は悪夢の大怪我でシーズンを棒に振った。勝負強いバッティングと俊足でチャンスを演出する佐藤智明。ストライクが来ました。もうコーナーついてますけども、かなり際どいですよね。はい、ちょっとこれは今日のピッチング楽しみじゃないですか。ええ、その通りですよね。次の第2球、ここは見送ります。ボールカウント1エンド1。佐藤智明、すでにプロ入りから6年目となりました。さあ、3球目は低め打ちました。セカンドへの打球取りました。一塁楽々アウトです。佐藤、セカンドゴロに終わりました。初代交流戦本塁打王に輝いた超大型和製大砲、強靭な下半身に大きなフォロースルー、今シーズンもいっぱいおかわりします。中村武也。1投目はどうでしょう。まず大きく外れてボールになりました。バッテリー1球外してきました。中村、プロ入り5年目となりました。次の2投目、変化球で続けました。チェンジアップを続けます。バッターの3番中村。さあ、3投目、ストライク、枠いっぱいに決めてきました。次が4球目、インコース外れて2球。本当低めに丁寧なピッチングですけどもね。はい、確かに低めの配球が多くなっています。さあ、何を見せるか。1回の表終了、ライオンズ3人で攻撃を終了しています。そしてライオンズの先発ピッチャー松坂、タイガース打線をどう抑えてくるんでしょうか。全ての持ち球で三振を奪い、驚異の完投数を誇る日本球界の大エース。チームのため、家族のために、平成の怪物が今日も投げ抜く、松坂大輔。ラン、エンジョイ、ドリーム、レッドなプレーで甲子園を赤く熱く染め上げる赤星範弘。1回の裏、タイガースの攻撃、どこから狙うか。ここは見ていきます。ボールにしてきました。バッター、さあ、次はどこへ行くか。今度もまっすぐできました。カウントノーツー。赤星、今年で6度目のシーズンとなりました。さあ、3球目はコーナーへ決めました。今のはですね、予想外なんでしょうね。はい、ここはバッテリーの思い通りとなりました。さあ、バッティングカウント、
際どいか、ライン際の打球はわずかに右、ファウルボールです。次が5球目、落ちるボール打って右へ低いコース打っていきました。カウントは2エンド2のままです。あっとこれはいい当たりだ、破った、きれいに破りました。さあヒットになります。赤星ライトへヒットを打ちました。シャープに軽快にダイヤモンドで躍動、チームにリズムと勢いを与える闘魂ムードメーカー藤本敦史。いきなりランナーを背負っています。どこに入れてくるか、初球は手を出します。ボールにしてきました。昨シーズンの成績に出ていましたが、2割4分9厘のアウト、そして本塁打の数1となっています。内角低めのストライク、外へ2つ続けました。さあバッター藤本、さあ牽制、いきなりヒットのランナーを許しています。1回の裏タッチしましたが一塁はセーフ、ノーアウトです。3投目この球は見ます、外を続けています。次の4球、しかしこれはボールになります。2エンド2になりました。5球目、これも強烈な打球、二塁へ送ります。二塁はアウト、一塁もアウト、4度3のダブルプレー、ノーアウトランナー一塁の場面、一気にアウトが2つになりました。ランナーはありません。ストレートだったんですけどね。ああここは思い通りのピッチングでアウトを重ねました。天性の長打力としなやかなバットコントロールで甲子園の夜空にアーチをかける虎の和製大砲浜中治。最初は見ていきます。ワンボールになりました。最初のバッターです。その後、警察にしてランナーはありません。2球目はどうでしょう。外へ1球2球とボールになりました。さあバッター浜中、さあ第3球決めてきます。ワンエンド2です。ゲッツーでツーアウトにしています。バッティングカウントになった。これはストレート、予測できませんでしたね。はい、ここは狙い通りとはいきませんでした。さあ何を見せるか、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。最後空振りに仕留めたのはフォークボールでした。1回の表裏終了、タイガース得点がありません。この男に日本の球場は狭すぎる、驚異の190メートル弾アレックス・カブレラ。いやー西崎さん、先ほど初回のピッチングはいかがでしょう。1イニングだけですけどもいいんじゃないでしょうかね。ああそうですか。さあこの後もしっかりと抑えていきたい今日のピッチングです。最初は内から入りました。さあワンボール、4番バッターカブレラ、さあ次はどう攻めるか。振りません、ストライク、ワンストライク、ワンボール。初回をきっちり抑えています。まあ最初を見る限りではいいんじゃないですかね。はい、これはスライダー、ワンストライクツーボール。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。バッティングカウントになったがコーナーを狙います。ワンスリー、先ほど去年の成績が紹介されていましたが3割です。そしてホームランの数が36となっています。あーフォアボール、ノーアウトからフォアボールのランナーを出しました。昨シーズン前半戦に不振を極めるも終わってみれば初の首位打者に輝く活躍、3割30本がもはや当たり前、和田和弘。初球はどうでしょうか。まずは初球ストレート、ノーアウト。さあバッター和田、次の第2球、しかしこれはボール、2つボールが来ました。まだ今年で10年選手の仲間入りをしています。3球目はどうする、低めインコース、さあワンツーです。
ノーアウトです。バッティングカウントになった。ボールです。まあ内野ゴロを打たせたいみたいですけどもね。はい、狙い通りとなるんでしょうか。両チーム無得点のまま2回に入っています。次が5球目。フォアボール。このフォアボールでランナー2塁1塁となります。西武の育成システムが生んだ傑作、西武の未来はこの男にかかっている。ミスターレオ中島博之。依然ノーアウトです。どこに入れてくる。初球見送っていきます。ワンラッシングです。ノーアウトでランナーが2塁と1塁にいます。さあ次はどう攻めるか。まっすぐ打ちました。打球は左へ、2塁へ、2塁アウト。1塁間に合うか。1塁アウト。決勝成功です。これで2アウトランナー3塁に変わりました。しかし先制のチャンスは残されています。しぶとく勝負強いバッティングと堅実な守備、西武の伝統を感じさせる最強の9番バッター高木博之。初球振りません。ワンストライク。2アウトになりました。2球目はどうでしょう。見送ります。ワンエンドワンです。さあ今日の第1打席です。さあ3球目、ストレートは決まりません。カウントワンエンドツー。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。3割2分6厘のアベレージ、そして打点の数10となっています。これはまっすぐ。さあカウント2-2。さあ何を見せるか。バーッと打ちました。バーッと破った。綺麗に破りました。さあランナー今ホームイン。1対01点先制します。さあゲームが動きました。バッターボックスでは強打と小技を合わせ持ち見せるポスト伊藤の1番手細川徹。ライオン。さあ先制のタイムリーヒットが出ています。どこから狙うか。外から攻めていきます。ワンストライクです。1対0ライオンズがリードしています。さあ次はどこへ行くか。高めを打ちました。これはピッチャーの前、抜けた、抜けました。ヒットになります。そして打順が変わります。松崎ワンヒットで追加点というこのバッターボックスです。松崎今年で8回目のシーズンとなりました。どこから攻めるか。まずは初球ストライク。さあカウントはワンラッシング。2投目はストレート決まって2ナッシング。1球2球と外へ行きました。さあ次はどうするでしょう。低めを打って右方向、ファースト取った。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。さあ次の攻撃は4番から始まります。研鑽と揺るぎない信念、積み重ねてきた15年の歴史。鉄人金本智明。ノーアウトランナーありません。タオさんにお伺いしましょう。タイガースの攻め方はどう見ますか。まだ1点差ですからね。今のうちでしょうね。はい、ここはどうしてもランナーを出さなくてはいけません。初球わずかに外れてボール。ノーストライクワンボール。さあバッター金本どう攻めるのか。主審の手は上がりません。ノーストライク2ボール。金本15回目のシーズンを迎えています。さあ次の3球目、低めのボールを打って一塁間の当たり取って一塁に送ります。一塁これは余裕があります。アウトです。西崎さんにお聞きします。アウトを取りましたが今のボールは
ットボールじゃないですか。ああ、カットボールですか。求められた役割に最高の結果で答えを出す、一撃で勝負を決める勝負師、今岡誠。さあ初球はどうでしょう。最初は高め、ここは1球外します。昨年の数字が出ていましたが、2割7分9厘のある、そして打ったホームランの数は29となっています。このボールは今度はストレートを持ってきました。ボールカウント1エンド1。5番バッター今岡、さあ3球です。これはストライク、2エンド1です。次が4球目、低めに外れてボール、2エンド2になりました。さあ5球目、これはカーブでしょうか。カウント2スリー、フルカウントからの6球目、外のボール打ちました。右への打球です。抜けた、きれいに抜けた。さあ塁に出ます。さあ田尾さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。今なりましたけど、いいまっすぐでしたよ。はい、速いボールでしたがヒットにされました。堅実かつ巧みなグラブさばきとシワなバッティング、頼れる守備の伝道師、アンディーシーツ。初球インコース、ここは外してきました。先頭打者は内野ゴロ、その後ヒットを許しています。さあ第5球、変化球外を狙いましたが入りません。2ボールになりました。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割8分9厘のアウト。ストレートを打って、この打球はレフトです。ちょっと力がありません。キャッチしました。シーツ、レフトフライに終わりました。1年1ヶ月、1試合、1打席、すべての経験を血肉として成長。常に刮目せよ、この男こそが虎の未来。鳥谷敬。さあ、1投目。初球簡単にストライクを取ります。ワンストライクです。2アウトになっています。第2球はどういく。ちょっとボールが沈みましたが抑えた。1塁へ、1塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。2回の裏を終了、タイガース0点で攻撃を終了しました。3回の表、ライオンズの攻撃。この回から打順は2回目となっています。栗山バッターボックスに入ります。初球は近いところに来ました。カウントノーワン。3回の表、ライオンズの攻撃。さあ次のボールは今度もストレートできました。ちょっと読めませんでしたね。はい、バッター狙いが外れました。ここまで両チームともにヒット2本となっています。さあ3球目はどうか。ここは見ます。ワンエンド2になっています。タイガースファンでいっぱいの甲子園球場から実況生中継でお送りしております。バッティングカウントになったが、外、ワンエンド3になっています。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあ何を見せるか。内角高めのストライク、これではバットが出ません。 2-3 からの6球目、外のボールは1、2塁間へ、取った、1塁送球、1塁、これは余裕でアウト。セカンドゴロに倒れました。2の2番佐藤智明、右打席です。まず最初でした。バッターの2番佐藤智明、どこに構えるか。村本へ決めてきました。2つ見送りました。3球で決めてくるか。3球で決まった。芯を持って投げ込んできましたね。はい、ストレートで三振を取りました。さあもう一回今のシーンです。そしてクリーンナップへと続きます。中村バッターボックスに入っています。最初の1球、
これは外れました。この球は外れています。ツーアウトになりました。2投目はストライクです。ストライクをいっぱいに攻めています。3番バッター中村、さあ3球目、これは見送っただけになりました。さあ4投目、タッチ、これでスリーアウト点。この打席も三振に抑えました。3回の表が終了、ライオンズ三者凡退に終わっています。ボール球を巧みに織り交ぜる熟練のリードで最強投手陣を牽引、燃える虎の司令塔矢野明弘。3回の裏タイガースの攻撃、さあ第1球外から入りました。1球外しました。昨シーズンの成績出ていましたが、2割並ぶ1輪のアベレージ、そして本塁打の数は19となっています。外への変化球は決まりません。外へ2球持っていきました。今日の1打席目になります。3投目、このまっすぐは外れました。まだストライク入りません。でも歩かせたくないですけどもね。ああ、ここで歩かせてはいけないと、はい、次が4球目、緩いボールを持ってきました。ワンスリーです。矢野、今年で10年目のシーズンとなっています。次が5球、フォアボール、フォアボールです。いきなりトップバッターを歩かせました。そして次のバッターを迎えます。次が左打席に入っています。次が来シーズンでちょうど10年目を迎えます。さあ1球目、さあバット、あーっと、これはキャッチャーか。これでアウトが1つ。今はキャッチャーフライに終わりました。ここで打順が一巡します。高橋、愛知県出身、まず変化球を見せてきました。カウントワンストライクノーボールです。初回の第1打席、ライトへのシングルヒットを放っています。ストレートを打ちました。これはピッチャー、素直なバッティングはセンターに抜けます。ここでヒットが出ました。センターからサードへ、これでヒットが今日2本目。さあ得点シーンを期待しましょう。藤本、同点のチャンスに打順が回ってきました。まずはインコース、さあカウントはワンナッシング。さあバッター藤本、さあ2球目は変化球、これはショートになります。2塁へ送ります。2塁はフォースアウト、1塁アウト、決定成功、3アウトチェンジ。今の場面もう一度見ていただきます。さあライオン、この後4番バッターからということになります。4回の表、ライオンズの攻撃、4番からの打順になります。カブレラ、4回表ノーアウトです。最初の球は、まずはストライクを取りました。ボールカウントワンストライク。ここまで許したヒットの数は2となっています。どこに構えるか。これはバッター棒立ち。この球には手を出しませんね。はい、大きな変化を見せました。さあ勝負するんでしょうか。今度はまっすぐ、カウント2エンド1。さあ次の4球目は、この球はボールになります。ツーストライクツーボール。さあ何を見せるか。外のボール、フルカウントです。さあフルカウント第6球。さあこれはいい当たり、三塁線わずかに左、ファウルボール。同じカウントが続きます。いい当たり、これはセンターに上がった。これは取れない、ワンバウンドヒットになる。
ブレラ、センターへのヒットになりました。そして打順が変わります。和田、最初の1球丁寧に攻めてきます。ボールワン、両チームともにヒットは3本という内容です。2球目はどうでしょう。インコース、枠をいっぱいに使っていきます。ここまで1点を与えています。次が3球目、変化球が低めに外れます。ワンストライクツーボール。この回ヒットを打たれています。さあバッティングカウントどう攻める。外のボール打って、この打球はセンターに上がりました。ワンバウンドヒット。さあヒットはどうだ。ノーアウトランナー三塁一塁、追加点のチャンスとなりました。そして6番中島、あーバッターボックスです。本当にいい場面でいいバッターに回ってきましたよ。はい、チャンスでは結果を残しています。その初球は外のボール。さあカウントはワンナシング。バッター、次の2球目、これもストライク。これで追い込みました。どうリードするでしょうか。三球三振、空振り、球を切らせました。そして7番高木、この注目のバッターボックスです。まあ、しっかりつないでトップまで行きたいですけどね。はい、まあ、守る側としてはここで打線を断ち切りたいわけですよね。ここは見ていきます。ワンストライク、点差変わらず1点差、ライオンズがリードしています。次のボールはまっすぐで決めました。バッターは慎重に見ています。キャッチャーのサインがストレートを外れました。ボールカウント2エンド1。次の4球目、これはボールになります。まあ、あれだけ外に配球が来ますとどうしても踏み込めますからね。はい、外中心のピッチングになっています。次が5球目、低めのボール打った。一塁線転がった。二塁はアウト。一塁どうだ。一塁もアウト。ダブルプレー成功。スリーアウトチェンジ。さあ今のプレーご覧いただきましょう。4回の表が終了。第4、最後はダブルプレーに終わりました。4回の裏、タイガースの攻撃。この回、クリーンアップから攻撃となります。浜中、バッターボックスに入ります。最初のボールは、最初は外のボール。バッテリー1球外してきました。初回の最初の打席、スイングアウトの三振に倒れています。さあ次のボールはストレートを持ってきました。ボール2。ここまで3回を0点に抑えています。さあ3球、またストレートできました。ワンエンド2になっています。4回の裏、タイガースの攻撃。さあバッター有利か。しかしこれは決まりません。ワンエンド3になっています。出したフォアボールの数は1となっています。さあ何を見せるか。しっかり捉えた。打球はレフトへ上がってどうだ。しかしこれはレフトが出ます。取りました。これでワンアウト。そして次の4番金本、バッターボックス。初球振りません。ノンストライクワンボール。この前の打席はきっちり捉えたんですが、ファーストゴロに終わっています。2球目はどうか。バットを出しません。ちょっとね、読み切れませんでしたね。はい、狙いが外れました。今日はここまで上げて許したヒット3本、無失点に抑えています。さあ3球目、
村本へ持ってきました。カウント2エンド1。次が4球目、丁寧にコーナーをつきます。あれを見逃せればいいですよね。はい、確かに際どいボールでした。さあ5球目、変化球決まった。スライダーに手を出しませんでした。そしてバッター今岡、4回目が10番タイムでライトへのヒットを記録しています。最初の球を最初は見ていきます。この球はボールになります。さあ次のボールはカーブできました。さあカウントはノーツー。今岡今日のゲームは1回出塁しています。3球目、あーっとこれはいい当たり、ショートゴロです。ファーストへ送ります。1塁アウトで3アウトチェンジになります。さて試合は1点差のまま5回へと進めてまいります。5回の表、ライオンズの攻撃。先頭のバッター、細川。バッターボックスです。さあ初球、初球大きく外れています。ボールにしてきました。ここまで1点を失っています。さあ次はどう攻めるか。コーナーに決めてきました。ワイエンドワン、奪った三振の数が4となっています。さあ3球目、これは変化しました。ワイエンドツーです。今日のゲーム打たれたヒットの数が4となっています。バッティングカウントになった。ストライク。さあカウント2-2。さあ何を見せるか、やっとスイングアウト、外の球当たりませんでした。ピッチャーに回ります。松崎ボックスです。ゲームは5回に入りました。両先発の投げ初球です。最初からコーナーをついてきます。ワンナッシングです。まずは三振でワンアウトを取っています。このボールは慎重にコーナーをついてきます。ボールカウント2ストライク。次のボール注目しましょう。内へのカーブ決まりません。2エンド1になりました。さあ4球目、低めのボール打って 1,2 塁間はどうだ、取った。1塁に送ります。1塁、これは余裕があります。アウトです。松坂ファーストゴロに終わりました。次のバッターに変わります。栗山ボックスに入っています。何から持ってくるか。まずは初球ストライク。さあカウントはワンナッシング。さあバッター栗山どう攻めるのか。外、読みが外れたみたいですね。確かにバッターイメージがありました。追い込んだが、これは体に近いところ、2ストライク1ボール。さあ次の4球目は低めのボール打った、左への打球です。ファーストへ1塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。5回の表が終了。ライオンズ3回目の三者凡退に倒れています。5回の裏、タイガースの攻撃。この回は6番から始まります。シーツ、右のバッターボックスに入りました。どこから行く、初球、ひざ元インコースに行きました。それにしても思い切って振ってきましたね。スイングが豪快に行きました。強い当たり、打ち上げてレフト、ただ追っていく追っていく、ワンバウンド、さあ打ちました。打ったバッターは2塁へ向かった。ショート中継するが、これは2塁間に合わない。ツーベースヒット、あっとこぼれたこぼれた。タオさん、今のバッティングは、いや速いまっすぐだったんですけどね。はい、その力のこぼったボール見事打ち返しました。さあそして7番に回ります。
鳥谷、ワンヒット同点の場面というバッターボックスです。何から持ってくるか。初球から低めを攻めていきます。もう1いきなりツーベースのランナーを許しています。2球目コーナーを攻めます。ノーツー。今日の4回までのピッチング、許したヒットが4本、失点はありません。外外れてボール、ノースリーです。7番バッター、次の4球目、今度もいい当たり、センターへ上がった、タイムリー出ましたね。落ちた、打ったバッターは2塁へ、今セカンドランナーホームイン、タイムリーツーベース、1対1、追いつきましたタイガース、同点になりました。今のシーンもう一度見てみましょうか。そして次の8番矢野、このチャンスは生かしたい、勝ち越しのチャンスです。矢野、今日は一度の出塁、フォアボールがありました。最初はボール、ワンボールになりました。これが2回目のバッターボックス。さあどうでしょう。外に決まりました、ワンエンドワンです。3回の第1打席、フォアボールで出塁しています。さあ次の3球目、まっすぐできました、ワンエンドツーになりました。バッター矢野、バッティングカウントからの4球目、これは見送りました、ワンエンドスリーになりました。先頭バッターにツーベース、その後もツーベースを許しています。まっすぐが決まりました、149キロです。先制、タッチしますが二塁はセーフ。さあフルカウントになった、外れました、フォアボールです。フォアボールのランナーを出しました。勝ち越しの場面で打順が回ってきました。2回目の打席はどうでしょうか。初球です、ここを送りバント、取りました、一塁を送ります、送りバント成功です。これでワンアウトです。ここでキャッチャーがマウンドへ行きました。やっぱり逆転されると流れが完全に傾きますからね。はい、逆転のピンチ、乗り切ることができるんでしょうか。バッターの1番高藤、まずはストライク、ボールカウントはストライク。ここまで1点を取ります。これは変化球、ボールカウントワンエンドワン。ゲームはこの回振り出しに戻りました。3球目見送った、3球とも低いコースに来ました。今日は5回途中までを投げて許したヒットが5本、この回2本打たれています。変化球です、カウント1エンド3。赤星、ここまで2回塁に出ています。次が5球目、外へ、これは決まった、ちょっとね読み切れませんでしたね。はい、バッター狙いが外れました。さあ2スリーになった、ガーッと見送った、これはボールに反応できません。そして2番藤本、このバッターボックスです。この勢いでね、一気にリード取りたいですよ。ですね、一気に大量点までつなげるか。まずは初球見送りました、カウントワンストライクノーボールです。さあ3回目のバッターボックス、さあどうでしょう。あっと高め、ワンストライクワンボール。3回の2打席目、ショートへのダブルプレーに倒れています。今度もまっすぐできました。今の球は意外でしたけどもね。はい、今の球でストライクカウントを防ぎました。さあ4投目、インコース打って右へ、ファウルです、ファウルになります。カウントはそのまま2エンドは外れてボール、際どいですけどね。はい、ここは見極めました。さあどういった、これは落ちるボール、これはファウルグラウンドだ、またファウルボール、カウントそのまま
今度も変化球できました。カウント 2-3。 さあ2戦フルカウント、変化球打ちました。取って一塁に送ります。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この勝ち越しのチャンスはもったいないですよ。ですね、惜しいチャンスでした。さあライオン、この後2番から始まります。甲子園球場は6回の表、ライオンズの攻撃。ライオンズの先頭バッター佐藤智明、ボックスに入ります。まずは初球、初球から入れてきました。ワンストライクノーボール。今日の5回までのピッチング、打たれたヒットが4、失点は1という成績です。変化球決まってツーナスイングです。ちょっとタイミング取れていません。さあここはどうリードするんでしょうか。ストレートを振って取りました。一塁アウト、余裕がありました。佐藤セカンドゴロに終わっています。この前の第2打席、今日2打席連続となる三振に終わっています。さあ初球ヒットになった、勝ち越しのランナーが出ます。今のはどうでしたでしょうか。今のまっすぐは力ありましたけどね、その速球にしっかりとついていきました。最初の1球外目のボールから来ました。カウント1ストライクノーボールです。今の打席センターでシングルヒットを記録しています。次の2球目外、これはボール、外へ2つ続けました。今日出したフォアボールの数が2となっています。さあ3球目、高めを打って左への打球になりました。しかしファウルボールです。さあ4球目、ストレートを持ってきました。これは釣り球、引っかかりません。さあ何を見せるか。さあいい当たりだ、これは取っています。カブレラショートライナーに変わりました。さあホームランで一気に展開変わってくるんでしょうか。まだバッターボックスです。どこに出てくるんでしょうか。ここは見ていきます。ワンストライクです。6回の表ツーアウトになっています。2投目はわずかに外れてワンエンドワン、2球ともインコースを攻めています。今日は6回途中までを投げて打たれたヒットが5本、この回1本打たれています。さあ3球目はどうか。ストレートできました。ワンエンドツーです。両チームともにヒットは5本となっています。バッティングカウントになったが、まっすぐできました。ツーツーです。次が5球目、これも強い当たりだ、左へレフトに上がっています。ワンバウンドヒットになりました。2打席連続となるヒットになった。佐藤さん、今のはどうでしたか。チェンジアップでしたけどね、しっかり打ちましたよ。はい、その球をヒットにした今の打席です。さあ1球目、初球は手を出しません。さあカウントはワンナシング。1対1、依然同点。さあこの試合どこで動いてくるのか。さあ次はどこへ行く。インコース高めのストライク、さあ追い込みました。キャッチャーのサインは、この球はこれは外れました。さあカウント2エンド1。4投目打った左へ、金本、あっとワンバウンドヒット、これでこの回3本目のヒット。さあセカンドランナーがホームインしました。2対1、レフトへのタイムリーヒット、1点を追加します。リードを奪いました。さあ西崎さんに聞きます、ここはどうご覧になってますか。この時からこの後どう抑えるかということですね。はい、このピンチどう切り抜けていくんでしょうか。タイガース、ここで2番手ピッチャーにスイッチします。
エンゼルス。まあ当然ですけどもよく投げましたね。1点リードされた場面での登板となります。ライオンズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。下位打線に回ります。高木、この追加点のチャンス、リードを大きくできるでしょうか。ここは見ていきます。ボールにしてきました。さあ3回目の打席、2球目離れていきます。変化球を続けました。高木、今日は1回塁に出ています。しかしこれはボールになります。フリーボールになりました。さあバッター高木、キャッチャーの要求は一つもストライクがありませんでした。これで全ての塁上にランナーということになります。ツーアウトなし、追加点のチャンスを呼び寄せました。そして8番細川、このバッターボックスとなります。今中盤でしょ、ここでリードが1点じゃねえ、ちょっと不安ですよ。初球しっかり叩いた。今のは危ない球でしたけども、まっすぐ飛ばなくて助かりましたよね。そうですよね。あの球は要注意です。これは外れた。ワインエンドになりました。今日3回目のバッターボックスです。この球は見ます。カウント1エンド2、まだ2アウトです。バッティングカウントになった。外2球続きました。ちょっと読めませんでしたね。なるほど、バッターコースを絞っていたんですね。さあ5球目、高めに打って結局三振です。お客様にお願いいたします。6回の表までゲームは終了しています。しかしライオン1点を追加、2対1点差を広げました。6回の裏、タイガースの攻撃、この回はクリーンナップから始まっていきます。山中が右のバッターボックスに入っています。どこから狙うか。初球は高めに来ました。予測できませんでしたね。はい、ここは読み通りの球は来ませんでした。攻撃中のタイガース、先ほどのイニングは残塁が2、しかし1点が入っています。2球目はどうでしょう。変化球決まってツーナッシングです。ツーストライクです。さあ1球様子を見るか。低めインコース、バッテリー1球外してきました。次の4球目、大きく外れてボールになります。2エンド2になりました。次が5球目、いって打球は左ラインの外、今のはファウルです。今のは甘く入ってたけどファウルで良かったと思いますね。そうですね。ボールから高め、ショートです。ショート取った、一塁へ。これは一塁アウトです。西崎さん、今アウトを取ったわけですが何のボールでしたか。スライダーじゃないですか。あ、スライダーですか。そしてバッターは4番金本、左のバッターボックスです。さあ1投目、初球外してきました。バッテリー外してきました。6回の裏、ワンアウトになっています。次の2球目、中への変化球外れました。さあカウントはノーツー。今日打たれたヒットの数は5となっています。さあ3投目、外は入っています。その前に1カメ、あれが頭に入ってたと思うんですけども、はい、中に入れてその後アウトサイドに持っていきました。さあバッティングカウントどう攻めるか。あっといい当たり、これはファーストになります。取った、一塁、これは十分に間に合います。アウトです。金本、ファーストゴロに終わっています。そして次の5番今岡、6回目は2アウトです。どこから行くか。初球見送っていきます。この球は外しています。2アウト、ランナーはありません。2投目、これも強烈な打球、あっと破った、きれいに破りました。さあヒットになります。レフトへの打球はヒットになりました。フォークの抜けがちょっと悪かったと思いますけどもね。そうですよね、甘くなれば打たれても当たり前でしょう。
初球インコース150キロです。5回の2打席目、センターへのツーベースを記録しています。アウトコース、ワイエンドワン。シーズン一度の出塁がありました。今日のゲームです。2が3球です。これも強い当たりだ。三塁線ファーストランナーセカンドベースを蹴った。中継のショートへ。タイガースヒットの数を7としています。第42番手ピッチャーを送ります。少し踏ん張って投げてきましたけどもね。ツーアウト、ランナー2塁1塁の場面でマウンドに上がります。さあどんなピッチングを見せるのか。左打者には絶対の自信を見せる中継ぎエース。切れ味鋭いスライダーは大事な場面で真の力を発揮する星野智樹。さあバッターは7番鳥谷。さあ同点のチャンス、その一振りで追いつけるんでしょうか。まずは外から来ました。バッテリー外してきます。バッター鳥谷、このボールはこれは低めいっぱい入っています。ワンエンドワンになりました。この回ヒットを2本打たれています。さあ3球目、この高めは際どいが、これで2ストライク追い込みました。さあ次の4球目はストレート落ちました。左方向取りました。足が立った。アウト、一塁アウトで3アウトチェンジ。ゲームは中盤6回を終了。タイガースランナー2人残塁です。ご声援くださいませ。代打出しましたよ。さあホームランの欲しい場面、ライオン。ここでとっておきのピンチヒッターを送ってきます。俊足高打を誇るスイッチヒッター、守備でもスピードを生かした広い守備範囲で投手を救う赤田翔吾。ノーアウトランナーなし。タオさんにお聞きしますが、ライオンズはどんな展開に持っていきたいですか。もう1点2点あると気が楽ですよね。はい、とにかく出塁したいこのバッターボックスです。初球振りません。1球外しました。この球はどうでしょう。これはそれました。これは大きく外れてボール2つになりました。バッターの代打赤田、3投目、ここは見送ります。ワンエンドツーになりました。このゲームの解説は田尾康さん、西崎幸弘さん、お二人でお送りしています。さあバッターちょっと動いた、いい当たり抑えた、一塁に送ります。一塁プレーは悠々アウトです。赤田ショートゴロに終わっています。打順がトップに帰ってきます。栗山打席に入ります。この回はまずワンアウトを取っています。最初の球はノース。このゲームはここまで3打数ノーヒット、まだヒットは出ていません。次の2球目、変化球続けて落としました。ここまではノーヒットできています。3球目、これはスライダー、枠いっぱいに決めてきました。次の4球目、しかしこの球はボール、カウント2エンド2。さあ5球目、スライダー。それにしてもね、バッターよく我慢してますよ。はい、フルカウントからの5球目、ビッグな感じになりました。左への打球になりました。ファーストへ、一塁、これは余裕でアウト。栗山ショートゴロに倒れました。そしてバッター佐藤智明、右バッターボックスに入ります。まずどこに構えるか。最初はインコースから来ました。さあワンボール。今日はヒットがまだありません。さあ第2球、緩いカーブ決まりました。2つインコースに来ました。今日のここまでは3打数でノーヒット、まだヒットが出ません。さあ3球目、低いボール左への打球です。3塁線、これはファウルボール、わずかに左。さあ次の4球目は外へ、低めを丁寧に攻めています。
次が5球目。落ちる球できました。2-3です。2-3からの6球目。今の投球はスカッとしますね。はい、ストレートで決めました。今度はタイガース。さあタイガース一球を追いかけます。ライオン3番手ピッチャーをマウンドに上げます。三井1点リードの場面でマウンドに上がります。猛虎打線に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。貴重な左腕として復活が待たれる西武投手陣のキーマン、必殺三井ボールで再びローテーションの一角。7回の裏、タイガースの攻撃。タイガースの先頭バッター矢野、右のボックスになります。どこから攻めるか。初球見送っていきます。ワンナッシングです。バッターの8番矢野、さあ2球目はスライダーを投げてきました。ボールカウント1エンド1。これが今日3回目の打席。さあ3投目外れました。1エンド2です。さあバッティングカウントどう攻める。さあいい当たりだ。あーっと抜けた。きれいに破ります。ここでヒットが出ました。それにしても、ね、難しい球ですよ。シンカーですけどね。ここはバッターが1枚上手といったバッティングでした。軸のぶれないスイングで左も右も苦にしない縦島一筋檜山進次郎。ヒットでランナーを出しています。さあここは見ていきます。ボールカウントワンストライク。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割7分8厘のアベレージ、そして打ったホームランの数が8となっています。これもアウトコース、外へ2球持っていきました。さあ3球目はこのボールは外れています。ボールカウント1エンド2。代打のバッターヒア、バッティングカウントになったが変化球が決まりました。3球とも外に持っていきました。先制。さあ何を見せるか。カーブを持ってきました。ボールカウント 2-3。 さあ2エンド3。低め打ちました。打球はラインには切れるか。今のはラインの外、ファウルです。カウント変わりません。この球は外れてフォアボール。フォアボールで得点圏にランナーを進めます。そしてバッターは高橋、同点のチャンスが回ってきました。低いボール上がりません。しかしファウルになります。自ら得点圏にランナーを進めています。さあ2球目、この変化球は枠の外、ワンエンドワン。高橋この試合の出塁は2回あります。さあ3球目はどうか。取った、抜けた、きれいに抜けた。さあセカンドランナー3塁を回ります。バックホーム、タッチアウト、本塁アウト。ワンアウトに、さあワンアウトランナー三塁一塁、同点のチャンスとなりました。ここは試合の流れを決める大事な場面。藤本、さあバッターボックスです。最低でも外野フライは打ちたいでしょう。なるほど、外野へ運ぶことに専念ということですね。内へ、最初は低めの球、カウントノーワン。さあバッター藤本、さあどうでしょう。さあ今度は外、まあさっきの近いボールですが、あれがありましたからね。ですね。藤本このゲームは塁に出られていません。さあ3球目、インコース決まった、低めの球。さあ追い込みました。さあ4球目、ファーストランナー、スイングアウト、三振、アウトだ。結局三振ゲッツ。さあライオン、次の打順はクリーンナップから始まります。タイガース、この試合2回目のピッチャー交代です。佐々木派一点差という場面、ここでマウンドに上がります。ライオンズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。
スリークォーターから繰り出す快速球が自慢、なにわの会腕佐治木原雅史。8回の表、ライオンズの攻撃、打順はクリーンアップから始まります。中村、ダメにしてはそのきっかけを作っていけるんでしょうか。その初球は低いボール、この球は外れています。ライオンズの攻撃は3番、これが4回目の打席、中村。第2球、これは外れてボール、ボールカウントノーツー。6回の3打席目、ライトへのヒットを打っています。3球目、これはボールです。ボール3になりました。次のバッターを考えると歩かせたくないですね。次のバッターの前でランナーを出したくないということですね。はい、さあバッター中村、さあストレートのフォアボールになりました。先頭バッター歩かせました。さあホームランで試合の流れを変えてくるんでしょうか。カブレラ、このバッターボックスです。さあどこから来るか、まずは見送りました。この球は外しています。今日4度目のバッターボックス、2球目です。ストレート決まってワイエンドワン、カウントワイエンドワン。カブレラ、ここまで2回塁に出ています。3投目、ストレートを持ってきました。カウント1エンド2、先頭打者をフォアボールで出しています。さあバッティングカウントどう攻める。これはそれました。1ストライク3ボール。依然として1点差、ライオンズがリードしています。さあ5球目、見逃してストライク。さあフルカウント、さあ2スリーになった。やっと決まった、三振。いい球を見せました。この場面での一発は果たしてあるんでしょうか。まだ。さあバッターボックスです。どこから狙うか。初球スライダーで入りました。ワンストライクノーボール。先頭バッターはフォアボール、その後三振を取っています。このボールはどうか、コーナーに外れます。ワイエンドワン。さあ今日のバッティングなんですが、2打数2安打、3球目。さあこれは痛烈だ、これはショートになります。二塁フォースアウト、これでスリーアウト、ゲッツーに切り抜けました。でも今日は本当に両チームゲッツーが多いですね。今のプレーをもう一度見てみましょうか。お客様にお願いします。さあタイガース、この後の攻撃はピッチャーから始まります。前の手に座られているお客様に当たる恐れもございますので、物を投げるのは。ライオン4番手のピッチャーに変えていきます。小野で一見リードという場面での登板です。しっかり抑えてくれるでしょうか。150キロを超える剛速球を武器とする右の本格派、豊田の穴を埋めるのはこの男しかいない。大名人襲名、小野寺チカラ。点の欲しいこの場面、こちらもバッターを変えてきました。この回勝負と見てるんですね。豪快さと前で巧みにさばく技術を持ち合わせる打撃職人、ストレートにめっぽう強い強者男、片岡敦史。どう組み立ててくるか。まずは初球見送りました。ワンナスイングです。ノーアウトランナーありません。カオさん、タイガースはどうすればいいですか。この点差ならまだわからないですからね。はい、どうしても得点が欲しいこの攻撃になります。はい、わっと変化球、これも外目に行きました。8回の裏、タイガースの攻撃、3球目はどうぞ。高めストライク、ストライクゾーンをいっぱいに攻めています。さあ4投目、このまっすぐは外れました。2ストライク2ボール。
次が5球目。これは強烈な当たり、取った。ファーストへ送ります。一塁はアウトになります。片岡ショートゴロに終わっています。次のバッター金本、打席に入りました。今日4回目のバッターボックスに入っています。さあ初球はどうでしょう。初球村本インコースに来ました。ちょっと力入りすぎじゃないですか。はい、ここは大きな空振りになりました。バッターは4番金本。さあ2球目、今度もストレートできました。これはバッター動けません。次のボール注目しましょう。これは見送りました。ボールにしてきました。さあ第4球、この球は主審はボールと見ました。ここはバットを出しません。さあ何を見せるか。今度もまっすぐできました。 2-3 までよく見てますよねバッターはね。はい、 2-3 からの6球目、さあどうだ。これはファーボール。ファーボールのランナーを許します。さあ打順が移っていきます。今岡8回裏ワンアウト。先ほどの打席でレフト初球叩いて、これはいい当たり、抜けた、抜けました。さあヒットが出ました。なおかレフトへのヒットになりました。さあ塁上がうまくときました。チーズランナーを返せるのか。同点の初球は手を出しません。ボールカウントノーワン。6番バッターチーズ、次の第2球、外角高めのストライク。読みが外れたみたいですね。はい、ここはバッテリーの思い通りとなりました。シーツ、今日のゲーム2回出塁しています。3球目、これも鋭い当たり、取った、取れました。ランナーは変わりません。これで2アウト。さあ打順が変わります。取りたい。さあ同点のチャンス、その一振りで追いつけるんでしょうか。最初から際どいコースできます。際どく外れた。バッターは7番取りたい。次の2投目、高めのインコース。さあカウントはノーツー。今日の打席内容です。ショートゴロ、タイムリーツーベース、これもいい当たりだ。離すところです。抑えた、一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。さあ第4球、この後6番から始まります。タイガース3回目のピッチャー交代です。藤川1点リードされた場面での降板となります。ライオンズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。絶対の自信と確信を持って投げ込むストレート、打てるものなら打ってみろ。聖地に君臨する鉄腕藤川球児。9回の表、ライオンズの攻撃。この回の先頭バッター中島、試合を決定づけるには得点が欲しいところです。まずは初球見送りました。ちょっとね、読み切れませんでしたね。はい、バッター狙いが外れました。バッターは6番中島。さあ第2球、打った、取ってファーストへ、これは一塁アウトです。中島セカンドゴロに終わりました。そして次の7番高木、ボックスに入ります。初球です。まずは初球ストライク、これは反応できませんでした。ワンアウトになりました。2投目、これはボール。審判はボールを選択しました。このボール球には手を出しません。点差変わらず1点差、ライオンズがリードしています。さあ3球目、バッター見送りました。2ストライク1ボール。さあ4球目、今度もカーブ。さあカウント2-2。さあ5球目、変化球右方向、この打球はファウルになります。依然2エンド2、変わりありません。
今度はまっすぐ来ました。手を出しませんね。はい、最後まで見ていました。さあ今度はどうなる。外いっぱい三振。力のあるいいまっすぐでしたけどね。ええ、ストレートで三振を奪いました。さあリプレイでご覧いただきましょう。バッターは8番細川、ボックスに入っています。ツーアウトになっています。初球はどうか。最初は外に持っていきました。ここは1球外します。6回の第3打席、見逃しの三振に倒れています。第2球はどういく。これはスライダー、2ボールになりました。さあ第3球、今度は落としてきました。ノーストライク、3ボール。先頭バッターは内野ゴロ、その後三振を奪っています。さあ第4球、直球で切れました。今のは反対側に来たんじゃないでしょうかね。はい、確かに意表をついたコースでした。細川、今日は1回塁に出ています。次が5球目、コーナーへ切れました。あ、ストライク2まで来ましたね。はい、ストライクが2つになった。打って打球は1、2塁間、取った1塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。9回表を終了。第4問、3人で攻撃をしています。9回の裏、ついに最終回を迎えました。タイガースのトップバッター矢野、ここは塁に出なければいけません。どこから行く。その初球ボールから入りました。バッテリー1球外してきました。今日4度目のバッターボックス。次は第2球、見送った、ノーストライク、2ボール。今日のバッティング1打数1安打、そしてフォアボールが2つあります。さあ3球目、ストライクが入ります。予測できませんでしたね。ええ、確かにバッターおやという感じがありました。ここまでのタイガースヒットが10本、しかし1点しか取っていません。ライオンズがリードしています。さあバッティングカウント、鋭い打球、この打球はレフトへの当たり、ただボールを追っていきます。それでワンアウト、矢野レフトへの飛球に終わりました。次のバッターはどうでしょうか。ヒアム、最終回の裏ワンアウトです。ヒアム、ここまでフォアボールで1回出塁しています。さあ初球はどうでしょう。初球は手を出しません。ここは外してきました。ここも抑えて2アウトにしたい。次のボールは、あっと高めいっぱい、いや今日は代打での途中出場、2度目の打席になります。次が3球目、これは見送りました。ワンストライク、ツーボール。バッティングカウントになったが、あっと打ちました、右への打球、一塁線、これはファウル。でもファウルで済んでよかったって感じじゃないでしょうか。そうですね。さあ何を見せるか。これも鋭い当たり、低い当たりになった。カウントそのまま2エンド2、あっと見逃し、これは身動きできません。次のバッターに変わります。赤星、この試合の行方を任されました。今日は1回と3分の2を投げ、許したヒットが1本、無失点できました。勝利まであと1人になった。まず際どいコースをついてきました。この球は外れています。6回の3打席目、ライトへのヒットを記録しています。2球目はどうか、外れてボール、ボールの後もボールです。今日5度目のバッターボックスに入っています。3投目、ストレート、ボースリー、
高橋。このゲームは3回塁に出ています。さあ4投目、ストレートのファーボール。ファーボールのランナーを出しました。そして次のバッターを迎えます。藤本打席に入ります。今度ファーボールのランナーが出ています。藤本今日はまだ塁に出ていません。さあ第1球、初球ボール。ここは1球外します。さあバッター藤本、これも牽制。ファーストランナーを返せば同点になります。今度も牽制、なおも2アウトです。さあ2球、この球は外に外れます。バッターに対してボール2つ続きました。この回2アウトまでは簡単に行きました。ファーストランナースタート、見送ってストライク。セカンドどうか、これで3アウト、ゲームセット。このオープン戦は2対1ライオンズの勝利となりました。最後までリードを守りきりました。さあ今日のゲームお送りしてまいりました。この放送の解説は田尾康さん、そして西崎幸也さんでお届けしました。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。本日はご来場くださいましてありがとうございます。